はい、皆さんこんにちは、ゆうやです。今日の動画はデビュー2日前の1日密着をお届けしたいと思います。それではどうぞ。職場に着くと自分たちの衣装が準備されてました。よっしゃついて早速嬉しすぎて衣装を着てみました。そして練習前にインスタ用の動画を撮影しました。ここからは衣装を着てウォーミングアップをしていきます。アキレス腱とか大事ですから、ふくらはぎをしっかりストレッチしていきます。後ろからカメラを見つけた奥斗くんが寄ってきて一緒にポーズ撮りました。もう2人ともテンションがめちゃくちゃ上がってます。本当に怪我だけは何のメリットも生まないので気をつけていきます。はい、というわけで衣装を着て初めての練習に入っていくんですけど、最初の挨拶パスは自分でもこう何言ってるかよく分かんないですけど気合を入れてます。3人の新生クリミナルが跳ねてます。いつものルーティンタンボをしていきます。こっちのねルーティンタンブリングもしていきます。こんな感じでウォームアップのタンブリングをしたら、今度はあのショーで使うタンブリングを確認していきます。ここからは帽子とコートを着てちょっと練習していこうと思います。でもちょっとコート着るの慣れてなくて、なんかいろいろと手こずっています。この動きを初めて衣装を着てやってみたんですけど、全然いけました。できる。一番不安だった2バック、この技も全然はいいけました。ここからは演技のワンフレーズを流して確認していってるんですけど、なんせあの明日からもうショーデビューということで、一つ一つ丁寧に確認しながらより本番を想定して練習しています。間違えました。なんか楽しそうに回ってます。勝手にクリシュの演技に参加して一緒に合わせていきます。
みんなしっかり演技を確認しています。ここからは出だしにある組の技を練習していきます。これが意外と難しくって、マントがあるのとないのとでは全く感覚が違いました。組に乗るときにこのマントをしっかり持たないといけないんですけど、なかなか焦っちゃってうまく持てないです。先輩に教えてもらっています。気を取り直してもう一回チャレンジします。今回の組は一応飛べてはいたんですけど、はい、こんな感じで1回目マントを落とします、もう一回取ります、またマントを落としますっていうミスをしてしまいました。こんな感じです。1回取って落として、取ってまた落とす。何してるんだ本当に。ちょっとこの衣装で凄めのタンプを確認しておきますけど、失敗しました。衣装を着てロープも確認しておきましょう。ここで少しロープの端っこが余ってしまうっていうミスをしたんですけど、ショーにおいて大事なのは新体操みたいな減点があるかないかではなくて、それをミスだと分からせないように続けることです。なんて言ってますけど、ミスらないことがプロとして最も大事なことだと思います。はい、ではここからは衣装を着て実際に演技を通していきます。ストップ。舞い上がって自分だけ形が逆です。このロープのフレーズ、新体操ファン必見ではないでしょうか。自分たちで言うのもおかしいですけど、昨年度の全日本ワンツーがシルクという舞台でペアをしています。デビュー最初は3つセクションがあるうちの最初の2つを担当します。なのでここで退場します。はい、2回目の投資です。この時の投資は最初の組もまあ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 うまくいきました。でここも合ってます。そしてマントをしっかり使って動けています。ではここからはシルク・ド・ソレイユの舞台裏ということで、マットの片付け方を見ていただきます。こうやって自分たちの練習が終わると、まあ、この練習の時は係の人たちがこういう感じで空気をすぐ抜いて片付けてくださっています。シルクは本当にスケジュールが1分単位で管理されているので、自分たちアクターもスタッフさんも必死に時間を守ろうと行動しています。最後までこうやってくるくる丸めたら、最後両端を寄せて小さくします。そしてこの後が面白いんですけど、見ててください。こうやって最後は沈んでいきます。今日はこの後
メイクの最終チェックがあって、最後気合を入れてメイクの練習をしています。これは過程ですね。こんな感じでもうほぼ完成しています。てか完成してます。これこんな感じでメイクがしっかりできたので合格をもらいました。こんな感じでデビュー2日前の最後のステージ練習の日が終わりました。シルク・ド・ソレイユのパフォーマーの1日が少しでもイメージできましたでしょうか。また次の動画も見てください。じゃあねー。